第4部に行ってしまいました。大騒ぎしてる人が。そう、それちょっと後でやろう。笑ってる、笑ってる。では、次回はいつだ？次回はいつだろう。11月の、いつも。そう、11月の、8だよね、第2だよね、うん、8日の火曜日、11月8日火曜日のに出ていただけるお友達を紹介していただければと思います。はい、もう電話して大丈夫ですか？お名前は何さんっておっしゃる？坂根、うん、坂根さん大輔くんという、はい、坂道の坂、そうです、根っこのね、はい、同い年？そうですね、はい、22歳です。はい、ちなみにどういうつながりというか、大学の、お、はい、お、お友達です。大学友達、はい、で同じ学科で、うん、でゼミも同じだった、ここで、はい、あとクラスも同じだったので、はい、で4年間ずっと一緒だったみたいな。そうですね。おお、今は彼は、彼は今、大学院に、お、はい、行ってますね。はい、何科だったの？文学部の中国学科っていう、うん、へえ、はい、文学部、中国学科、中国学科っていう、結構中国の、中国語とかも一応やってたんですけど、メインとかその中国の投資とかそういうのを、はい、やってたりとか、はい、もしてましたね。はい、新しい学問だね。そうですね、っていうのを、はい、やってましたね。へえ、なるほど。じゃあお電話していただければ。あ、はい、はい、お願いします。スピーカーで大丈夫ですか？うん、スピーカーで大丈夫です。はい、もしもし、もしもし、あ、お疲れ様です。こんばんは。こんばんは。なんかめちゃくちゃ大人っぽい、ね、なんか落ち着いたゾーンに入ってきますね。すごい落ち着いてますから、ね、はい、こんばんは。次回のカオスの壺に戸川くんからご紹介いただいて、出ていただきたいなと思うんですが、はい、11月8日の8時半ぐらいに、はい、スタジオラルーシュというところに、はい、来ていただけたら嬉しいなと思うんですが、はい、出ていただけますでしょうか？いいと思う。ありがとうございます。ローテン、ありがとう。じゃあそういうことで、はい、ね、待ってますね。待ってます。お願いします。はい、すごい大人、うん、でもすごい、はい、落ち着いた。落ち着いてるね。落ち着いてますね。今でも会うの？よくたまに会いますね。お、はい、なんかこう君たちのこうつながりはなんかこうこうふわっとふわっとですかね。ふわっとしてるね。すごいなんか、うん、なんかこう、え、本当つながってんのかみたいな。もうバッチリ。なんかつながってる目で若干重なってるだけじゃない。角度によってちょっとなんか見え方違うんでねみたいな。わかるわかる。そんな感じだね。さかねくんも実は友達だと思ってないかもしれないもん。本当ですかね。私の一方通行みたいな。そうそうそう。片思いで片思い。片思い。それから昔話聞いたら、うん、まあ、似たような話がまた聞ける。ドライブに茨城行ったみたいな。中国投資ってなんかちょっとどういう文学部の中国学科ってすごいね、はい、それを大学院まで行くっていうのは何やってんだろうね。今何やってるんですかね。多分その当時の中国人の詩人の作品とかを勉強。文化系なの？学部だもん。はい、だけど投資ですね。中国の詩人の、うん、あ、投資、あ、投資、はい、そっか、うん、俺はあっちのあっちの投資メイクマニーの方だ。はいはいはい、はい、そうなんです。はい、すいません。結構これでも確かにでも大変だよね。だって長いもんね。長いのもあったり結構短いのもあったりとかで、はい、4年間じゃ、まあまあ言ってみればなんかこう勉強しきれない感じもあるよね。
そうですね、なかなか難しいところも。なんでここに入ったの、むしろ。ね、謎だね。私がですか。おなんか大学の先生に関東の大学に行きたいって言ったら、あ、じゃあここおすすめだよって推薦があるよっていうような感じだったと思うんですよね。別になんかすげえ三国志好きとかそういうのじゃなかったんだっていうのではなかったですね。ちょっとはい、申し訳ないです。窮屈ですね。すると、なんでこんなことやってんだろうみたいな。タイトルが欲しかったね。なるほどね。学位が欲しかった。なるほど。あ、それもありますね。はい。なるほど、なるほど。東京に行きたの。そうです。東京の大学、はい。キラキラしてたからね。いや、でも今となっては、はい。この大学に入って勉強できてすごい良かったなと、はい、思いますね。そうか。何待ってんだろうな。もらったみたいな。そうだね。いいよ、広島。どうなってる？今同点になりました。いやー、もうこれは素晴らしいことですよ。いやもう聖夜と阿部のおかげで、あの同点に、だって逆転にはならなかったんですけど、今9回の裏で日ハムが攻撃しております。おお、これはいい展開ですね。やばいね、やばいね。これは激胸熱な胸熱でしたね。はい、もうさっきもワンセグ見たろうと思ったら全然もう使えない。ごめんなさい、テレビがなくて。そうなんです。それやばいですね、あの、はい、激アツな展開で。中国バカッカーすごいな。じゃあ彼はでも、じゃあそれをあれ、坂根くんはもう専門的に、あ、もうより専門的に大学院に、はい、勉強してるな、はい、教授って呼べばいいのかな。じゃあ教授からの生徒の教授王子からの、うん、あ、でも教授か。王子はね、もう見た目は本当教授だった。そうだね、そうだった、そうだった。そうですね、え、教授から生徒からの助教授でいいんじゃないか。あ、そういうことか。そうだね、そうだね。なかなかまだないかもしれないね。そうか、中国語っ子に変わってんな。そうですね、やってましたね。はい、卒業したら何やるんだろうね。結構国語の先生とかですね。なるほど、はい、教員か、はい、教員だと、まあ、そうだよね、はい、っていうのが、はい、多いですね、うん。でもまあ入って面白かった、中国。何が面白かった？あ、でも結構その中国の結構詩人の人の勉強とかは結構勉強になるなと思いました。作品を見て勉強していくっていうのも、はい、やっぱりなかなか今まで知ったことがなかったので、はい、こう全然接点がないもんね。はい、もう別世界だったんで、やっぱり考え方とかもやっぱり違ってきますね。はい、やっぱり、っていう意味では、はい、勉強してすごい良かったなと、はい、思いますね。はい、読んでみようかな、じゃあ。あ、もしはい、いちょっとでも惹かれる。あ、本当ですか。うん、半年ぐらい通いたいと思う、うんうん、ちょっと触りだけですね。そう、うん、話だけ聞きたい。聞きたい。ちょっと興味ある。あ、でも本当におすすめしますね。はい、ね、中国って近いようで、ね、全然ね、文化としてね、あんまりね、そうですね、同じ漢文、ね、の、はい、ね、国なのにね、だいぶ変わった感じでね。そうですね、ね、はい、日本と中国だと違うもんね。はい、なるほどな。遮ってもいいですか？いいよ。マイカオス書いてもらった方がいいんじゃない？ありがとう。そうだった。マイカオスっていうのは、そうなんですよ。最後にですね、これにですね、マイカオスを、まあカオスとはというか、あの、トガー君が思うカオスイコールカオスイコール何々っていうのを、カオスイコール君だとは私は思っているけども、そうそう、君だと思ってるけども、私はね。でも君が思うカオスは違うかなと。ちゃんと自分の名前も書いて、そう、あ、記入してもらって、見えないように記入してもらって、くるくるって丸めて、はい、シールで留めていただきたいんです。あ、これってあの、うん、なんか飾るって感じなんですか。うん、こんな中に入れてもらいたいんですよ。マジックあっちに置いてきちゃった。大丈夫です、あります、ある。うん、そうです。あ、そうなの。え、これここ上に名前でいいんですか。どこでもいい、あ、好きなように書いちゃう。はい、延長いっちゃいますよね。え、延長してもらわないとこなんだよね、だってね。そうですね、そうですね、はい、こ
ここで負けたら泣きますそうだね、今日はちょっとね、そうだね、そんな楽しい逆転劇があるとね。あ、しかも大瀬良だよ、投げてるの。ああ、これはもうちょっと、はい、行ってほしいですよね。放送中には解決的な、カオスイコールジャクソンが打たれちゃったのかな。カオス、カオス結構深いですね、そのカオスイコールっていうのも。そうなんですよ、ね、はい、まあまあ直訳すれば混沌みたいな感じでもあるけどね。あ、そうなんですね、うんうんうん、ダメだよ、混沌って書いて普通にそのまま訳してみたらダメだよフリではないですよね そうですね、難しいよね。いや結構意外と難しいですね。この間なんかで読んだので、答えがあるようでいてないものと か、なんかそういう表現が書いてあって。はあ、なるほどなるほど。ああ、うん、はいはいはい、なんとなく分かりました。分かりました。賢い、はい、全く分かんなかったそうって思っちゃう。アシュラフ王子とのドライブ。あー、それねもう確かに答えなさそう。広島強いね、でもね。そうですね、強いですね。でちょっとくるっと丸めてもらって、はい、止めていただいて、はい、ありがとうございます。この壺へ入れてください。結構溜まってるんだよ、はい、ほら、あ、すごい多いです ね。この今までの方の全部。そう、ね、年末に開けてみようと思って、あ、放送の時に一斉公開っていうの。そうで、なんかすごい恥ずかしいですね、その時はで、最後にどっかに自分で好きなところにサインをしていただいて、はい、はい、普通の名前でも大丈夫なんですか？うん、全然いいよ、はい、どこでもいいんですよ、好きなところ。わかりました、うん、大きくでもいいんですか？もちろん、はい、いいですよ、いいですね初の質問です、それ全然いいです。もうシンプルにもう書いたんですけど、ありがとうございます、はい、本当だシンプルに、シンプルに香川、はい、いいですね、ありがとうございました。行かせていただきました、ありがとうございます。いい、ね、確かにここを書きたくなるね。そうですね、はい、分かります。なんでみんなここ避けてたんだろういや、ちょっとそこ行きたいなと思って、ね、はい、分かる分かる。最近ここら辺ブームだった。そうなの、そうなの、この入り口が、うん、うぞうむぞうの入り口付近。いや、いいですね、ここにあるとなんかちょっと閉まるね。本当ですか。いいな、うん、よいやー、よかった。いや、ありがとうございます。じゃあ次のドライブは早く予定決めた方がいいよ。あ、そうですね、はい、どこへ行く予定？いや、そうですね、ちょっと、そうですね、うん、どこがいいんだろうね、近場で楽しいところ。逆に知りたいですね、私そういうところ。そうだよね、はい、近場で楽しいところ。あと車で行く距離だよね。そうですね、うん、ちょっと遠い。どこだろうな、ちょっと遠くて車で行けて楽しいところ。あ、横浜とか。ああ、横浜ですね、うん、確かに。結構どれぐらいかかるんですか、横浜って。東松山前は東松山で、あ、そう、今千葉の方。はい、千葉からがちょうど2時間行かないぐらいかもしれない。ああ、そうなんですね、うん、割と近いんですね、うん、中華街とか、これ食べれる。そうですね、それだ、一緒に持っていきます。あ、そうですね、中華街車で行くとちょうどいい距離で、ね、意外と横浜ってね、電車で行くよりね、車で行った方が楽。あ、そうなんですか、うん、へー。